キュルルン、おかえりなさいませ。メリーさんちの休止しているクルルとシャンサです。はい、今日はですね、面接に来る人でうっかりやりがちなんですけど、実は採用されづらい言動とか行動とかをね、紹介しようかなって思います。皆さんもしかしたらやってるかもしれないのでね。何回かメイドカフェの面接受けて落ちちゃったなみたいな、うん、そういう心当たりある人、自分がそういう発言もしかしたらしちゃってるかもしれないんで、確認してね、トライしてみてください。ぜひね、参考にしてみてください。はい、お願いします。今日って履歴書って持ってきてますか？あ、なんかあのいらないのかなと思って持ってきてないんですけど、大丈夫ですか？履歴書を持ってきてないっていうのは、大丈夫か大丈夫じゃないかって言われたら、まあ別に大丈夫なんですけど、一般的には持ってきてほしいですね。はい、じゃあこれに記入お願いします。はい、終わりました。はい、お預かりします。クルルチェペシさん、はい、はい、今966歳で、はい、あの一応成人済みということではい、で今学歴がホグワーツの法学校休学中。あ、そうですね。ちょっといろいろ理由があって休学してます。あ、そうなんですね、はい、でお仕事経験はないってことで、はい、はい、未経験ですね。はい、はい、未経験でも全然大丈夫です。ゼロから仕事を覚えていきましょう。勤務希望、月曜日と木曜日の早い時間、夕方まで。そうですね、早い時間、はいはいはい、週2回。あ、でもなんかたまにもしかしたら週1ぐらいになっちゃうかもしれないんですけど、まあ多分週1、2ぐらいかなって。週1、2、はい、週1、2しか働けないっていうのは、お店側は人手不足なので求人を出しているので、週1、2で働きたいっていう人よりは週2、3で働きたいっていう人の方を優先しています。入れる日数が多い人、あと時間の融通が効く人っていうのが採用されやすいかなとは思います。わざわざ人がいっぱいいる時に求人めちゃくちゃ募集してるところってあんまりないので、シフトは多く入れる人の方がいいです。で、土日もどっちかは入れるといいです。はい、ご自身性格、長所とか短所ってありますか？長所は人見知りしないところで、短所は計算が遅いとこですかね。長所はあなたのいいところを知りたいので、人見知りしないところっていうのは結構接客業において当たり前っちゃ当たり前のことだと思うんですよね。そのみんなと同じスタート位置に立ってることを長所って言わないで、自分のなんかもっといいところ多分あると思うんで、それをこっちにプレゼンしてきてほしいなっていう気持ちです。人見知りしないっていうよりはコミュニケーション能力が高いですとか言い換えた方がいいと思います。何事もプラスポジティブに言い換えたら好印象です。ここに応募した志望動機、きっかけとかってありますか？とりあえずメイドカフェで働いてみたくて、なんかここは何店舗か受けてる中の一つなんですけど、まあ、とりあえずなんか可愛い制服着たいなって、そんな感じです。私たちが採用するってことは、これから一緒に働いていくっていうことなので、お店を一緒に楽しく盛り上げてくれる子を取っているわけなんですよね。そしたらなんとなく受けに来ました、なんか別に理由ないけどここでいいやみたいな子よりかは、熱意があってここで働きたいんですって言ってる子と一緒に働きたいです。ここだからこそ働きたいっていうのを感じられると好印象です。はい、これは友達と一緒に面接を受けに来た場合のケースです。と、週何日入れるとかってありますか？なんか金曜日とか。どうする週2にする？土日は無理？あ、じゃあ OK。 あ、水曜日がいい？あ、月水でいい？あ、じゃあ月水にしよう。あ、月水の週2でお願いします。はい、2人組で面接に来た場合なんですけど、こっちの質問に対してニコイチの方でどうしようって相談して、お互いの様子を伺って質問に答えてくるみたいなケースがあるんですけど、それって自分の意思じゃないんですよ。お互いでなんかその様子探り合ってなんとなくで決めた意見かなんで、その入った後とかにズレが生じちゃうんですよね。それぞれ自分が生活してる環境とか働き方とか求めてる給料とかって多分結構違ってくると思うんですよ。みんながそれぞれ絶対一緒になるわけじゃないから。でも2人で決めた意見ってことは、働いてからも片方がこうって言ったらもう片方がそれに合わせなきゃいけなくて、働いてからも結構足の引っ張り合いになってると思うんですよね。友達同士で応募してくるのは構わないんですけど、それぞれ自分の意思を持って面接に来てほしいです。シフトとかもお互いで一緒に合わせてシフトを提出してくるんとかじゃなくて、自分の意思で自分で決めてください。あ、ちなみになんですけど、はいはいはい、片方採用で片方の方はちょっとなんかちょっと見送りさせていただく
っていう形でも、その採用された方は一緒に働けますかね。はい大丈夫ですはい、どうですかなんかもしかしたら自分やってたなみたいなあったりとか、確かにね、しちゃって週1、2とかあるんじゃないかな、結構ね。うん、今まで私も面接してきて、あーなんか、あ、週1、2だった、ちょっと、うん、いいやみたいな人結構いたんで、まあそんな感じでね、週1、2とかしか入れませんとか、履歴書持ってきてませんとか、いろいろね、あったとしても、全てをひっくり返してね、採用される人種っていうのがいるんですよねそれは顔がね、顔がそう、素晴らしく顔がすごかったら、よかったら、まあなんか大体受かりますあ、ちなみに私って採用ですかね。はい、採用とさせていただきます。イエーイ。あ、くまこちゃんは、あ、ちょっと採用の場合、2、3日内に連絡させていただきますはい、今日も見てくれてありがとうございました。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。今日も元気にいってらっしゃい。